タミヤミニ四駆プロシリーズ、ライズエンペラーブラックスペシャル MA シャーシの紹介です。こちらのシャーシはこういうあのセンターモーターのシャーシになっております。中にはこういうステッカーと、あと、色がついたタイヤと、あとホイール、シャーシの部品、あとシャーシですね。でこちらがクリアブラックの、ボディがついております。でこの辺がモーターと金具類になります。こちらが、説明書になります。まずボディから組み立てていきます。でこちらでステッカーを貼ります。でシャーシを組み立てていきます。でこちらで、シャーシに金具とかつけまして、でモーターをセットいたします。でギアをセットして、それに蓋をします。電池は別売りですので、その電池をセットしまして、シャーシにボディをくっつけて完成になります。